始まりました、エモチャンネル。今日のテーマは、めんどくさがり解消法、後回しにしちゃう人必見でございます。超絶めんどくさがり屋です。以下同文です。え、そりゃそうですよ。見てください、俺の体。それめんどくさがり、いや、めんどくさがりですよ。こうそうしてる感じですか、ね、アメリカなんでね、太ってる人昇進しないらしいよ。自己管理能力がないってレッテルを貼られるからね。そっか、自己管理能力がないもめんどくさがりに通じてる感じですかね。皆さんどうですか、めんどくさがりですかね、はいはいはい、私はとってもめんどくさがりなんですけど、はい、めんどくさがりです。めんどくさがりですね。まあ、めんどくさがりの心理って何かな、私今日考えてこう書いてたんですけど、まあ、まあ、緊急で来たことはやればいいやって思うし、まあ、できることなら寝ていたいとか、なんか何もしたくないなって思うし、なんかこう自分の気が向いたらスイッチ入ったらやりますみたいな、でなかなかスイッチが入んないとかいろいろあると思うんですけど、なんかめんどくさいって感じちゃうのってもともとの性格の問題なのか、それともなんか何か原因があるならそれを解消したいと思って、うん、でもなんかめんどくさがり直したいって思ったんですけど、え、リンダマン以下は同文とか言うけどどうですか。大小はあるけど、はい、みんなめんどくさいという心はあるよね。あります、うん、なんだったら楽してお金稼げるなら楽して稼ぎたいと思うし、まあ、まあそうっす ねえ、それは貧乏な男と金持ちの男だったら、金持ちの男なら、いや、それはもちろんもちろん選べるならそっちがいいじゃない。はい、もちろん。だからめんどくさいっていうのは悪いことじゃないと思うのよ。ただめんどくさがりな人が絶対持ってた方がいい判断基準はある。それ知りたい。俺もめんどくさがりだから、はい、うん、俺合理的で生産性が高いと思うでしょ、うん、ひっくり返したらめんどくさがりなんだよ。めんどくさいから最短距離で行きたいし、1の力で3の結果を出したいわけじゃん、はい、だからよく言えば生産性だけど、ちょっとひっくり返して言うとめんどくさがりなんだよね。うん、で俺はこの思考がすごく大事だと思うんだけど、はい、めんどくさがりなんだったら、はい、めんどくさくない生き方をした方がいいじゃん、うん、例えばじゃあ仕事が終わってもう一個なんかじゃあ副業始めようと、うんうん、でもめんどくさがりは疲れたし眠いって思うじゃんか。思いますね。だってめんどくさがりなわけだ、うん、でもその未来はどうなのかっていうのをシミュレーションしたらいいと思うよ、うん、めんどくさいことしかなくない、うん、そうか、めんどくさい生き方、自分を自己否定する、うん、お金は稼げない、うんうんうん、そうですね。だからめんどくさいことが嫌だから先にやってめんどくさくない人生にしていこうという思考が、うんうん、めんどくさがりに一番重要だと思う、うん、このスイッチが入ったら周りから見たらすごい努力家に見えるんだけど、うん、いや違うんです違うんです、めんどくさいことが嫌だから先にやってるんですみたいな、うん、ダメですね、後回しにしちゃったら、うん、でこれをもうちょっと細分化して考えてみよう、うんうんうん、俺めんどくさがりだから、はい、例えばじゃあ今冬だとすると、うん、アウターをバサッて置くわけよ、うんうん、だってめんどくさいから、うん、靴下こう脱いでポンってするわけよ、うんうん、めんどくさいから、はい、スマホもここにバシャッて置くわけよ、うん、めんどくさいから、うん、部屋が散らかってる人って面白いんだけど、メカニズムを知るとね、うん、勝手に散らかることなくない？ないですね、意図的ですね。じゃあ何が原因だって調べた時に、綺麗にして出てったのに次の日散らかってる人って、うん、最初に置いた鍵から始まってんのね、じゃらみたいな。あー、はい、そしてスマホをこっちに置いて、はい、コートを脱いで、うん、だってめんどくさいから、はい、でね、俺一回計算したことあるのよ、うん、じゃあコートを帰ってきてただいまってバサッて脱ぐじゃん、うん、で次の日コートを見るわけ、これ片付けないとダメだよな、お客さん来るしみたいな。そうですね。で拾ってハンガーにかけてしまうんだけど、うん、これ帰ってハンガーにかけてしまうのと、うん、置く、拾う、うん、かけるっていう工程を計算してみたら2倍以上めんどくさいことやってるの。自分でめんどくさくしてるってですね、そう。洗濯物を貯めるだけ貯めて洗濯するっていうのも、まあ、めんどくさがりによくあるんだけど、はい、すごくめんどくさいことになってますよみたいな、うん、逆に、うんうん、だからこんまりメソッドにも書いてあるんだけど、はい、片付けは人生で1回しかするなっていう。え？無理じゃん、はい、でもこんまりメソッド的に言うと、うん、この茶碗はここって決めておけば、うん、
洗ったらそこにしまえばいいじゃんって、うん、片付けられない人はその帰る場所がないんだと。うーん、だからもう鍵はここ、携帯はここ、コートはここってしまう場所を決めておけば1ヶ月で見た時に工程がめちゃ少ないの。なるほど。で俺めんどくさがりだから、はい、数値化した時にすげえめんどくせえことやってたんだな、その時は楽してると思ったよ。そっか、うん、でこれもっと大きく捉えるとよ、みんな俺なんか30代20代から30代前半ってすごい頑張ってたから、うん、周りから死ぬほど頑張ってますねみたいな、うん、尊敬しますって言われてたんだけど、うん、いやめちゃくちゃ楽したいんですと。うん、うん、だから要はその目の前のことだけ見ると楽してるように見えるけど、うんうん、その先もっと先の人生的に見るとめちゃくちゃ損してる、うん、まあ損っていうか、だから短期的に見てるか長期的に見てるかよね、してるってことですよね、うん、だからすごい頑張ってる人って俺みたいな怠け者からするとすごいなって思ってたけど、はい、今はこいつめんどくさがりだなみたいな、はい、超楽してんだなみたいななるほど、うん、いやでも絶対的に同じめんどくさいだったら先に片付けちゃった方がいいですよね、うん、怠け者って3タイプいるんだって、はい、怠け者は結論能力者なの、脳的に言うとね、脳科学的に言うと、はい、怠け者って能力者に見える？見えないですね、ダメなやつじゃん、うん、でも怠け者は3タイプいるよ、うん、1、全身型怠け者、うん、怠けるために先にやってしまう、うんうん、宿題、夏休みのもう1日目にやって29日間ずっと遊ぶ、うんうん、はい、怠けるやつは怠けて怠けて怠けて最後すごい大変な寝ずな日を送る。あだからさな、あの まとめてしかできないっていうのはその思考ね。あ、逆パターンですね。堕落型怠け者、うん、怠けることによって自分を自己否定し、あダメなやつだ俺はまた怠けたっていうのが堕落型怠け者。3、幸福型怠け者。お、え、私親が金持ちなんで怠けてていいんですアウト、うん、だからもう別にやる理由がないの、はい、うん、で世の中の成功者、うん、リーダー課長とか上の人たち、はい、みんな一番目の怠け者なの。うーん、そうなんだ。要はしょぼいアポ取りとかそういう営業とか末端にどんどんやらせて自分はより高いプロジェクトマネジメントみたいな、うん、サボってんじゃなくてもっと質が高い仕事やった方がいいじゃん。そっか、わー、うん、なるほど。だから怠け者は能力なの。うん、だから今日のめんどくさがりも似ていて、めんどくさいからやった方がいいじゃんっていう、うん、この思考の癖を入れられたら今コート置いたけどそれ2倍大変だよみたいな。日本中の怠け者の皆さん、うん、だから俺はなんかその俺も若い時毎週末クラブ行ってたけど、はい、あの時の自分にちょっと言いたいことあるよねやっぱりお前その時間有効活用してたら今もっと楽してるぜみたいな、うん、でも俺はなんか仕事を自分でビジネス頑張ってて、うん、なんかやっぱ週末ぐらいはと思ってたよ、うん、でもそれによってしんどかったよね今考えれば、うん、もっと前に進めたんじゃないかなとも思うよね。うん、もうだから自分が怠け者だめんどくさがりだって思っている皆さんはまず将来もっと長い目で見た先のめんどくささをちょっと想像して、うん、今頑張るっていうことが必要ですね。私もなんか今すごいゾッとしました、うん、あの将来めんどくさいことしか待ってないと思ったら結構ゾッとしましたね、うん、でもめんどくさいことって、はい、これも面白くて、うん、俺子供の時歯磨きがすごいめんどくさかったよ。もうなんか泣くぐらい嫌だったよでも今って歯磨かないと気持ち悪いじゃん、はい、だから習慣化すると自動操縦なんだよね。うん、めんどくさいことってやったことないことと、うん、もう一つは苦手なこと。苦手なこと、うん、だから本読むのめんどくさい人は本読むのが苦手、うんうん、だから習慣化させちゃえば、うん、だってさ通勤が苦手だったら仕事行けないじゃん。でも習慣化したんよ何も思わなくなりますもん。だから私めんどくさがりですって言ってる人、うん、いっぱいポテチを食うことは習慣化したり、あ恋愛体質を習慣化したり、うん、甘いもんばっか食べること習慣めちゃくちゃ習慣化してるよみたいな。ただそれは好きだからできたよ。そっか。だから習慣っていうのはもう究極のノウハウで、うん、自動化できるんだよ、うん、もうね成功ってある意味自動操縦だね、うん、と思う。だからどの環境に身を置くか、うん、すごい大事なことだと思うね、うん、
めんどくさがりだからこそ自分の環境設定をちゃんとするっていうところは、うん、ある意味楽にいけるじゃないけど、そうね、うん、だからそういうちょっとうるさい大人と接触をしておくっていうのは大事で、もう言われてるうちが花だもんね言われなくなるということは自分の苦手を克服するチャンスがなくなってんだから、きついよね、と言われてるうちがありがたいと思って、めんどくさいっていうことをね、めんどくさがりに皆さん環境設定頑張るっていうのと、ちょっと先の未来を想像してもらって、うん、めんどくさがりだからこそ先にやろうぜっていう、どうせやんだから後が楽になるよと。あのご飯食べ終わった後の茶碗を洗う、めんどくさいよね。めんどくさい。でもあのご飯が次の日カチカチになってる方がめんどくさくない？もっとめんどくさい。今だったら落ちるよすぐみたいな、どうせ洗うんだから今やろうぜ、そして気持ちいい家で映画を見ようぜみたいな。めんどくさがりだからこそそういう思考パターンを持つっていうのは大事なことだと思いますね。ちょっと皆さんもこの動画でちょっと思考パターンを変えて、はい、めんどくささ脱却していきましょう、はい、それではまた次回のテーマでお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。